こんにちは、ダイスです。今回はミートピアやっていきましょう。なんか味ぴょんとかカネぴょんとかぴょん系がですね、この辺よく出てくるみたいで、ちょっと片付けたんですけど、まだいた。はい、火山帯の入り口あたりはここで終わるので、この後は魔王城を目指して進めていこうと思います。あと仲間が3体だよね。あれ4 3、まあいっか。はい、そんな感じでですね、仲間を求めて次のところに向かっていこうと思います。お、来た来た。あれ、火山の山頂見えるね。魔王城、なんか周りに刺さってるフォークみたいなやつってフォークとして使えないのかな。あのデビルが持ってるやつと似てるよね。あれが魔王城、違った、あれが大魔王の城。行こう、3人の仲間を助けに、そして大魔王を倒しに行くぞ。すごい、うずいさんがテンション高かった気がする。はい、ということで今回の1戦目、この辺は基本的にスケルトンとか多かった気がしますね。途中で科学者に変えて本当に良かったなって思います。みんなからムカムカされないっていうね。戦車の時は人間大砲でみんなにムカムカされることが多くて悲しくなってたので、科学者に変えて良かったなって思います。お、箱がある。1200。今ねちょっとお金がなかったので、これは嬉しいな。やる気があんまりないって善逸くんが言ってた。え、頑張ろう。探検家初音ミクちゃん、脱いだらスッキリするかな。ダメだよ、女の子女の子、よし脱ごう。ダメだよ、危ない危ない。あ、君は僕だよ、探検家の初音ミクだよ。こんなところで会えるなんて、記念にいいことを教えてあげる。お宝を求めるのなら見えない道を行け、有名な探検家の言葉なんだ。じゃあまたどこかで。かわいいよね。最初にね、ミートピア遊んだ時にもはたけしのままだったので、ミクにしてよかったです。テンション上がる。ここにみんなとのこう好きレベルが上がり始めているので、ちょっといろいろ組み合わせ考えて旅に行けそうな感じがしますよね。秘密と煉獄さんが寝てる、いいね、仲良くなって11、結構上がりましたね。鬼滅との仲をちょっと誰か他の子で上げてもらおうかな。低いのは善逸なんだ。え、どうしよう、ちょっとじゃあ根ずっこで変えとく。欲しいもの変えるかな。あ、まだウールでしたよ。ウールだった。これ多分5種類目とかですよね、確か。全然欲しいって言ってくれなかったと思ったら、このタイミングみたい。これはちょっと高いな、牛骨の槍。しのぶちゃんごめん、ちょっとこのままで行きましょう。で、ご飯食べて次のところに向かってみようと思います。おお、なんかジャンプしてる、びっくりした。では行きましょう。メンバーはこの4人。途中で変えた方がいいかな。で、見えない道を進めだったけど、ここなんだよね。ここってちょっと後ろがね壊れてるんですよね。これを持って帰りましょう。誰かの武器とか装備とかもらえるはず。4000きたー、いろいろ買えるよ。これでさっきのしのぶちゃんのやつが買える。あれ？大きい宝箱がなかった。え、ちょっと悲しい。
煉獄の部屋行きたいな。なんだって煉獄さんの部屋に行きたいんだって。あれでも鬼滅がしのぶちゃん呼んでる。大人気ですね。買った、余ったからもらっちゃう。高いやつ、すごっ。煉獄さんバイオリン弾くの。じゃ次はこっち、大人気ですね。寝ちゃった。ここ開けとくのもいいよね。では誰か欲しいって言ってくれる。みんな欲しいになってる。じゃあちょっと主要メンバーをね、先に買っていってあげようかなと思います。1人1000円ぐらいだったら4人までいけるから買ってってみよう。まずはねずこ、そして煉獄さん、さっき買っちゃったよね。むすいさんの買ってあげようか。2971、まだいけそうですよね。シルクの装束、まあ、これはこれで似合いますね。これかな。天元さんほんとかっこいいよね。これこれいるかな、わかんないけど、全員いつもちょっと連れて行きたいので、満月のフライパンを買って、残り1000、誰のが買えるか見てみましょう。こっち、あ、変わってる。920。あー、これだとどうしようかな。しのぶちゃんの方を買ってあげましょう。さっき買わなかったからね。ってことでみんなのを買ったら、なぜかバナナ1本しか持って帰ってきてない。971、足りる？足りない。ゲームコーナーには何かないかな。つくし、つくし、これじゃない？煉獄さんが欲しいやつって。いやーの旅行券か。どうしよう、宇髄さんと私、天元さんと仲良くなってから帰りますね。よし、結構上がったよね。こっち、あげるを覚える。もう一回だけやってみていいかな。経験値そこそこか、つくしのところはちょっと熱いよね。あ、経験値になった。でもでもそこそこなんで結構入るはず。どこにしよう。ねずこ、いや、ねずこ、煉獄さん、煉獄さんかな、さっき。まあ一緒には行かないんだけどね、ちょっと少ないとかわいそうなので入れときました。この辺で経験値上げて確かまだなかったはずなので、困ったな。ちょっと低いんだよね、みんな。もうちょっと上がってくれればすごく助かるんだけど、難しいですね。とりあえず進めます。汗かいちゃったよ、僕は頑張ろう。大賢者より1行っちゃったね。寂しいな、心細いな。大賢者なんていなくても大丈夫、この善逸がいるじゃない。それねずこちゃんに言って欲しかったセリフかもしれないけど、まあいいか。寂しいな、心細いな。かわいそう。まあそういうキャラですよね。ごめんね。キャンプになりました。今日はね、バーベキューみたいです。そういうこと、もしかしたら、はあ、やっぱりキノコゲット。これもうあれでしょう、ねずこが拾ってきたやつはもう善逸さんに食べてもらいましょう。愛のパワーだね。美味しいらしいよ。よかったね。すごいな、美味しかったって。そう、やがてよく開けた。みんな元気いっぱいだ。おはよう。お、宝箱、バナナ、良さそうですね。うん、これできましたね。大魔王の城、やっと城の中まで来ました。とりあえずここ進めていきましょう。忘れてた、別れるんだった。また
またみんなとはぐれちゃった。仕方ない、先に進もう。やっちゃった。これ忘れてました。そっか、こっちの方がメンバーが多くて、あれ、禰豆子と善逸って分かれてますよね。じゃあ善逸くんがいいところをきっと見せてくれるんだと思う。馬のぬいぐるみだ。え、なんで、かわいいじゃん。え、嬉しいよ私。すごいな、ゲームの中の私が馬のぬいぐるみが嫌らしいよ。可愛かったのにね。あれ、はい、ちょっと行ってみようかなと思います。これみんなで行けるから、こっちはフルメンバーなんですけど、もう一個の方がほんと困ると思う。うわっ、じゃあ進んでみましょう。大魔王の城入ってすぐ別れるとは。というか前もそうだったの忘れてました。後半って別れること多かったんですよね確か。トゲトゲしてて薄暗くて、この城怖いよ。しのぶちゃん大丈夫、私がついてるよ。危ない時は頼ってね。大豆、これは、これはいいキャラしてましたね私。嬉しい。よし、では、こっちに進んでいこうかな。とりあえず攻略してって、合流しましょう。大魔王の城って、あー、やっぱり、インテリデビル、やさぐれデビル、デビル。ひどくない？こんなにデビルいっぱいいるんですよ。どれぐらい削れるんだろう。もうちょっと、できれば、多分、レベルが欲しいところだと思うんですよね。やっぱきついか。一発で半分ぐらいまでは削れるんですね。25とか。攻撃が25か。それだと結構厳しいよね。15レベルとかあれば多分すごく楽に進めるんだと思うんですけど、11レベルがいるんだよな。悲しいな。まあね、レベル分けも兼ねて。みんなで一緒に行ければいいと思うので進めていきます。あれ、あ、そっか、宝箱の部屋があるんだ。これ戻ってくればいいですよね。先に開けに行こう。大魔王の城広いね。これだけ広いと掃除大変そう。え、そこもしかして顔を奪うのって怪物たちに掃除させるため？なるほど、納得するの。さすがにそれはないと思うよ。真面目なんですけど、しのぶさんがすごく真面目。あ、伊之助がいる。本当だー。なんかもう伊之助じゃない人みたいに見える。どうしよう。怖っ。怖いぞ。デーモン伊之助、今までの敵の中で一番怖い。え、倒しに行きましょう。そっか、こういうところにいたのか。じゃあさっきの道も行った方がいいのかもしれないですね。強でしょこれは。痛いですね。ちょっとずつだけど、あの、いろいろ使いながらなんとかしようと思います。ノリがあるから、ちょっとノリノリつけてやってもらおうかな。よし、行くぞ。みんな頑張ってくれるはず。安全地帯の入れ替えをしましょう。おっ、これは安全地帯に誰も行かなくて済みましたね。スキレベルが上がったタイミングだと嬉しい。変わっちゃいます。助かった。変わっちゃった。よし。
これでやさぐれデビルが終わるから悪い子になることはないですね。でも全体攻撃、あ、不安が、わあ全部やってくれてる。っていうか私すごいね。お見舞い覚えた。ちょっと待って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 、大丈夫じゃないぞこれ。 MT を自分のところを回復して、安全地帯にうずいさんも入れちゃおう。ノリノリのままで安全地帯入れると治っちゃうんじゃなかったでしたっけ。もうしょうがないよね。でバグクラッシュ、よし治ってる。すごい、バーチャルマスクいいね。初めて科学者ちゃんと使ってますけど、これはすごく助かる機能。MP 回復とかもねしてくれると嬉しいけど、それはないんだよね確か、わかんないけど、なかった記憶なんだけどな。鼻息違うね、騎乗攻撃。これで伊之助が帰ってくれば残り2、早く戻ってきてほしいな。大丈夫かな、ちょっと危なくなってきましたよね。でもみんな基本的にバナナとか食べてくれるからまだいいんだけど、煉獄の花だからさ全体の回復してほしいよねそこはしてくれないみたいですね。やってほしかったんだけどな、全体の回復。大丈夫？まだか。じゃあこっちを入れて HP を振りかけで回復。振りかけもね大きく増えたので結構楽に使ってます。ここで安全地帯の入れ替えをして元に戻すと、で私の攻撃を普通のバッククラッシュにして、もうちょいなんだけどな。いけるいける、すごい科学者すごいね。これ私ずっと科学者のままいてもいいかもしれないですよね。かからないもんね、気にしないになってて、これは嬉しい。あれなんですかね、ファラオとかのやつもかかんなかったりするのかな。かわいいこれこの顔かわいい。無事に倒せました。これなら奥まで行けるかもしれない。キュアコード HP と MP を同時回復する、これはいい。仲間一人だけどね、回復技も持ってるっていうことはかなり使いやすいんですね科学者って。今まで使ってなかったけど、これは嬉しいな。そして猫の伊之助が戻ってきました。ダイス来てくれたんだ、よかった。無事で俺も一緒に戦うよ。でもちょっとだけ休ませて。そうだよね、ジャガイモからやっと伊之助になってくれました、よかった。お、勇者が来た。ちょくちょく出てくる勇者です。でも写真の腕はありません。今回の写真は、いや、なんでなんで、もうちょっとさかっこいいとこ撮って勇者お願いだから一個も今まで買ってないんですけどセンスのなさよ、さすが勇者なんですがうちの勇者ほんとセンスないんですよね。はい、もうちょっとってなんか合流な気はしますよね。違うのかな、一回外出て見てみましょう。道がねどれぐらいなのかが気になる。では覗いてみましょう。合流地点は、あ、合流まで来てますね。これで交換、結構進めてこれてよかった。はぐれたみんなどうしてるかな。一方その頃はぐれた仲間たちは、
あ、でもこれはこれで夢のある2人ですよね。禰豆子と善逸、2人旅ですよ。ここで恋愛的何かが進んでくれるんだろうと思ってます。はい、誰もいないですもんね。あ、あれ、イグロさんがいた。忘れてた、イグロさんごめん。イグロさんごめん、俺の存在、そうだよね。ごめんね。何か買ってあげなきゃいけないって思いますね。禰豆子のイメチェン。あ、これはこれで可愛いんじゃないかな。白髪になっちゃった。銀って感じかな。イグロさん欲しいものありますね。買いましょう。なんか一番装備が整ってきてるんですよね、実は。だけど存在をね、私が忘れてしまってたので、今回はがっつりお金使います。で、禰豆子の服はまだ1900ですね。これもまだなかったけど、ルーレットにあったりはするね。ルーレットの禰豆子のところに行かない。せっかくだからもう一回やりましょう。おとりこのローブのところが禰豆子。来たかも。よっしゃー、これは良かったんじゃない。多分良かったと思いますよ。はい、ということでこんな感じで準備は整いました。3人にして行ってみましょう。あれ、イグロさんと禰豆子の間がハートがない。はい、ということで次回はここから進めていきたいと思います。この動画が少しでも良かった方は高評価のボタン、チャンネルのご登録、コメントよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた。 See you!